はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。今回の動画は2023年秋冬2024年の年始までのファッションの購入品をご紹介させていただきますので、最後までご覧になってください。まずは島村から。こちらのワンピースは、デニム素材のワンピースなんですけど、ワンピースというよりもジーンズとか、パンツの上からとか着てもいいし、中にインナー着て着てもいいなと思って購入しました。お仕事とかでも着たりとかするんですけど、去年あげた、キャンプ動画の中で、着て、もうすでに着てます。10月ぐらいに島村に行って購入したのかな。とっても着やすくて素材もいいので気に入ってますね。可愛いデザインですよね。はい、そして次がやはり島村購入品で、こちらもワンピース。さっきのワンピースよりももうちょっとデニムがしっかりした素材で、なんかね、女の子らしい形というか、バルーン袖でちょっと背中も開いてたりして、切り返しがねすごい可愛くて、なんかちょっとここのところが折れちゃったんだけど、一旦なんていうのかな、こうステッチが入ってるというか、なんて言ったらいいんだろう、こう折り込んだって袖がないような感じに見えたり、一瞬ねするっていう可愛いドレスで、すごく気に入っていつも着てます。丈の長さもねちょうどいいのよね。はい、そして次も島村なんですけど、ジャンバースカートワンピースというのかな。この素材はすごく、なんていうのかしら、水をはじくようなカサカサした素材で、アウトドア、キャンプとかに着ていくのにいいかなと思って購入しました。ウエストの部分で、ゴムが入っていて、縛るとこうなんていうのかな、シルエットがしっかり見えるような形にもなるし、そのゴムの部分を伸ばして使うとちょっとね、ふわっとした着心地もすごくいいかなっていう風に、風を通さない素材なので、なんか外とかではすごくいいかなと思って、ちょっとミリタリーっぽいのも気に入ってます。そして次も島村の、これは、ジャケットですね。やはり10月頃に買ったのかな、ちょっと今だと薄い素材なんだけど、すごく気に入っていて、やはりジャンバースカートと同じような素材なんだけど、形がトレンチっぽい、こう後ろの部分とかでも、裾の部分がちょっとこうお尻の方が長くなっていてっていう風になってて、格好もすごくね綺麗で、軽いの、すごく軽いんだけど当てたかくて、でフードも何て言うのかな、小さめっていうんじゃなくて、ふわっとしたフードなので、こうちょっとね、雨とか急に降ってきちゃった時とかはかぶったりとかして、去年の10月だっけな、11月だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、母と家族で草津に行った時に着ていきましたけど、すごく着やすくて軽くて良かったです。ちょっと島村にしてはね、お値段がもしかしたら高めなのかなっていうふうには思います。そして次も島村ですね。ジーンズです。ウエストの部分が紐がついてますけど、これはほとんど飾りで、ゴムでできてるちょっとワイド型の、ジーンズになってます。これから冬にかけて、スパッツとかを中に履いて、ジーンズとか私は履くので、ブカッとしてるジーンズの方が、なんていうのかな、モコモコ感が目立たなくていいから、キャンプとかにもね着ていけるように、オーバーサイズのジーンズを購入しました。そして次がね、スカートで、私には珍しくタイトのスカートなんですけど、ちょっとお腹がぽっこりしてて恥ずかしいんだけど、裏肝になっているジーンズのスカートで、やはりシルエットがすごく綺麗だから、これはね、ちょっとキャンプだと動きにくいような気がするので、仕事の時かな、仕事とかちょっと買い物に行ったりする時に2回ぐらい来ましたかね。でも本当に裏起毛があるので、スカートでも暖かい感じですごく気に入ってます。
次がこれが、カットソーロングスリーブか、なんですけど、これは私のキャンプのオリジナルグッズの、ものになります。カイホロキャンプのね。はい、そして次が H&M の購入品で、11月に私のお友達の娘さんの、結婚式があったので、それ用に購入しました。スーツですね。ちょっとこうタキシードみたいになっている、あのこうカラーがちょっとなんていうのかな、ピカピカした感じのものですね。はい、これを購入しました。シンプルでね、いいかなっていうふうに思って。そしてですね、同時にやっぱり H&M で、私にしては珍しくヒールをやはり買いました。すごくピンヒールで、あの怖そうなんだけど、それがねすごい履きやすくて良かったです。なんか徹子さんの YouTube で徹子さんが購入してて、あ、可愛いなと思って、あの同じものを購入しました。はい、そしてですね、ザラですね。これはお正月にね、母と箱根に旅行に行くために、購入したもので、2024年になってから購入しました。カーディガン と、スカートですね。でね、スカートがもう本当に可愛いからか、あの本当欲しかったんだけど、サイズがね全然なくて、これがね L なんですよね。だからちょっと大きくて、あの今ベルトでギュッとやってるんですけど、ちょっとザラだとサイズ的には私は S なのでかなり大きいんだけど、うちの母に今後のことも考えていいんじゃないって太る前提で言われてしまいました。このニットは本当に肌触りが良くて、チクチクしないから気に入ってます。可愛いですよね。はい、そしてこれがですね、箱根の帰りに御殿場のアウトレットに寄って、これがロイヤーズファームっていうところの、コートを購入して、全部 50% オフとか 70% オフとかって書いてあったから、駐車場から降りてきて最初のお店でこれを買ってしまったんですね。あのこのブランドは私全然知らなかったんだけど、とにかくハンバーインさんがとっても可愛くて、とってもなんていうのかな、愛想がいいっていうか、すごく良かったから、なんかとっさにこの次のコートと2点購入してしまったんですけど、これはあのカサカサ、やっぱりカサカサした素材と、後ろ裏がキルティングになってて、リバーシブルになってるんですね。で今あの見せてる側がちょっとベージュなんです。で裏側が白なので、まああの2通りの楽しみ方ができるので、購入しました。 50% オフですね。そして次が、メリノウールのダブルコートなんです。ちょっと重たいコートなんだけど、メリノウールだから、でもねすごい可愛くて、こういう感じのちょっとコートが欲しかったので、あのこれもまず私はこっちの方が先に気に入って、母が先ほどの、リバーシブルのコートが気に入ったから、もう思わず両方買ってしまいました。でも気に入ってます、両方とも。すごく着やすいし、このブランドは ZOZO タウンにもあって、 ZOZO タウンでも同じ 50% オフで売っていたので、気になる方は ZOZO タウンをご覧になるとよろしいかと思います。はい、そして同じ、アウトレットで買ったアーバンリサーチのコーデュロイのオーバーオールですね。これは 60% オフですごいお買い得でした。オーバーオールがずっと欲しいなと思ってたので、ぴったりなのが見つかってよかったです。あのコーデュロイなのであったかいし、ただね肩の部分が非常に長くて、本当はもっとだらっとして履くものなのかもしれないんだけど、あのすごいベルトの肩のベルトをギュッと上に上げてるの、それだけちょっとかっこ悪いかなと思ってるんだけど、全体的にはすごくこう履きやすくて、あのストレッチも効いてて履きやすいので、あの気に入ってます。はい、そして次がワイルドワンっていうアウトドアショップの、セールに、年末と年始のセールに行った時ですね。パタゴニアです。これはですねフリースなんですけど、ロングのタイプのフリースで、再生ペットボトルかなんかで使っているというもので、 30% オフで、さらに会員割引で 10% 引いてもらって、さらにポイントも使ったので結構
お値段安く買えました。そしてこちらもこれはね、年末のセールだったかな、でもこれは割引になってなかったんですけど、フリースです。フリースカーデガンですね。これはねキッズのサイズになります。キッズなんだけど、輸入サイズなので、XXL でちょっと袖とかが大きくて割と余裕があるように着れたので、これはねいつもなんか可愛いのがキッズとかにあると私は買っちゃいます。はい、キッズでも気にしないで買ってます。でも結構そういう方多いと思います。そしてまたパタゴニアなんですけど、こちらも再生の、なんか素材を使ったトートバッグですね。すごい大きいトートバッグなんですけど、キャンプに行くときにいろいろ洋服とか着替えとかを入れて持っていくのにちょうどいいかなと思って、大きいサイズちょうど欲しかったのでこちらを購入しました。はい、そして次がチャムスですね。これは、年始のメイクの時に着てたのかな。ワッフルのクールネックでセーターではないんですね。うん、はい、チャムスもアウトドアブランドなんですけど、すごく着やすくて、ロングスリーブ T シャツの割には、暖かくてしっかりした素材ですね。それで切り返しがあってワッフルの部分とちょっと薄いトレーナーっぽくなってる部分があって、この辺もね、おしゃれで可愛いなと思って、購入しました。こちらは 30% オフだったんだけど、私の会員割引 10% を入れて 40% 割引になってました。はい、そしてこちらがですね、セーターというか、ウールのなんていうのかな、もふもふしたフリースでもないんだけどセーターになるのかな、ちょっとねミリタリーっぽいセーターが欲しくて、それでメンズなんですけど、メンズの L だったんだけど、すごいあったかいし着やすかったので、これもねセールになっててすごいお得、もともとはものすごい高い値段だったと思うんだけど購入しました。そして、この下に入ってるパンツですね。これはですねマーベリックさんっていう、アメリカのユーチューバーさん、アウトドアのユーチューバーさんがいらっしゃるんですけど、その方が出してるブランドで、防寒着ですね。すんごいあったかくて、でね160ドルで買ったんだけど、結局送料とあと税関でプラス税金がまた取られてしまったので、すごい高い買い物になっちゃったんですが、買ってよかったですね。はい、ハンターのブーツは去年一昨年ぐらいかな買ったんだけど、それと合わせてもすごい可愛いから、とにかくあったかいです。この防寒にさすがやっぱりアウトドアでいろいろ経験されてる方が作っただけあるなと思って、まあちょっとねかなりのお値段になっちゃったけどとても気に入ってます。はい、ということでこんな感じで購入品ご紹介させていただきました。またね次回も、メイクの方やっていきますのでご覧になってください。またねー。